マルガレーテフォン・バーベンベルクは名目上のオーストリア女皇。マルガレーテフォン・エスター・ライヒとも、バーベンベルク家のオーストリア皇、レオポルト六世と、東ローマ帝国の皇族であるテオドラ・アンゲリナの間の長女。弟フリードリヒ二世は、バーベンベルクや最後のオーストリア皇で、1246年に死死を残さずに死去したため、公くらいの継承が問題になった。 マルガレーテは、最初、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世の着男、ハインリヒと結婚した。ハインリヒは1220年にローマ王に選ばれたが、後に父に背いて1235年に敗位され、1242年に死去した。マルガレーテは、ハインリヒとの間に二人の息子を産んだが、いずれも溶接した。10年後の1252年、マルガレーテは、新たな、 オーストリア校で、ボヘミアの王大,大使であるオタカルと結婚した。翌1253年に、オタカルは、ボヘミアをオタカル2世となる。マルガレーテは、オタカル2世より26歳年上であった。高齢であったため、四次を生む、可能性がないと見た、オタカル2世は1261年に、ローマ教皇から婚姻の向こうを取り付けてマルガレーテと離婚。 クンフタウヘルスカート再婚した。マルガレーテはオーストリアへ戻り、1266年に、没した。マルガレーテ・フォンバー・ベンベルク、ありがとうございます。